工場老勝宏、1973年8月18日体は、仙台市青葉区出身で間柿部屋所属の元、大相撲力士。身長191センチメートル、体重156キログラム。血液型は AB 型。特異種は、左四つ、寄り、月、押し。最高位は、東前頭三枚目。趣味は、釣りとパソコン。 現在は年寄り、浜風。東北高等学校時代は、剣道と柔道をしておりともに、油断の腕前だったが、若き親方からの誘いを受け高校を中退して、各界入りし、1989年11月場所で、初土俵を踏んだ。相撲経験はなかったが、長身の恵まれた体格で早くから期待され、入門から13場所で幕下に昇進した。怪我もあり一時は、 初二段まで陥落したこともあったがすぐに幕下へ復帰した。入門から何回か四個名を解明した後、1993年11月場所からは、党の半断への監視、同大戦友館の冒頭、仙台初見五条狼に由来する仙台城の別名から取った五条狼という四個名を名乗った。1995年5月場所には、東幕下四枚目の位置で六勝一敗の 高成績を上げて、翌7月場所に新十両へ昇進した。十両でも安定した成績を残し、1997年3月場所に新入幕を果たした。1998年7月場所には最高位の東前頭3枚目まで番付を上げたが、三役昇進はならなかった。大胸筋の肉離れの影響もあり三度の休場を。 余儀なくされ、2000年11月場所には幕下に、陥落し、一時は幕下中位まで番付を落としたものの、2001年7月場所に7000の成績を上げて、初の幕下優勝を果たすと、続く9月場所でも6勝1敗と大きく勝ち越し、翌、11月場所には十両に復帰した。その後、2002年3月場所では幕下へ陥落した。 ものの、その3月場所では、東幕下非等の位置で7000の成績を上げて2回目の幕下優勝を果たし、重量へ復帰した、翌、5月場所と続く7月場所で2場所を連続しての2桁勝利を上げて、翌、9月場所には21場所ぶりとなる再入幕を果たし、翌、11月場所には、西前頭4枚目まで番付を戻した。しかし、 右膝の故障もあって2003年9月場所には重量へ、陥落した。2004年11月場所では西重量2枚目の位置で9勝6敗と、勝ち越したものの再入幕は果たせず、続く2005年1月場所では西重量筆頭の位置で4勝2敗から9連敗を起死して4勝11敗と、大きく負け越した。同年、五月場所には再び右膝を痛めて九日目を、休場し、 10日目から再出場したものの本来の相撲が全く取れずに13日目から再び休場した。翌7月場所では東幕下4枚目まで陥落し、怪我の状態が思わしくないながらも強行出場したが、膝の怪我を悪化させて途中休場した。翌9月場所も西幕下15枚目の位置で全休し、西幕下55枚目まで陥落した翌。 11月場所でも初日から休場を余儀なくされた。その11月場所5日目に引退届を提出し、準年より、工場老を襲名して真っかき部屋の部屋付き親方となった。2006年9月2日には、東京都江東区のホテルで断髪式を行った。2006年11月場所先週落に、同じ間かき部屋付きの浜風親方の退職に、伴い、年寄り、 浜風を襲名した。2007年11月11日に、一心上の都合で間柿部屋から佐渡が学部屋へ移籍した。1995年5月場所の番付で、本来ならば五条牢と書かれるはずであったが、五条桜と、個名を誤記されてしまった。本場所では、本来の四個名である五条牢として出場し、六勝一敗と、大きく勝ち越して、よく、 7月場所で新重量昇進を果たした。2003年11月場所4日目の取り組みにおいて、国会を叩き込んだ際に指が曲げに入ってしまい、反則負けを喫し、さらにその2日後の6日目にも塩丸を叩き込んだ際に指が曲げに入って反則負けとなった。1場所に2度の反則負けは史上初のこととなった。 2005年5月場所7日目に行われたことかすがとの取り組みで、五条老が土俵際で突き落とされた際に右膝を痛めた。この一番に物言いがつき、競技の結果、五条老の右膝が落ちるのと、ことかすがの左肘がつくのが同時とみて、取り直しが宣告された。しかし五条老は立ち上がれず、この一番で勝負審判長を務めていた。 お塩川親方が五条老の危険の意思と、琴とかすの出場の意思を確認した上で、琴とかの不戦勝となった。膝を痛めた五条老は、翌8日目も出場する予定として、休場届をすぐに出さなかったためには理が組まれたが、やはり痛みが引かずに出場せず、8日目における春の山戦も不戦敗扱いとなり、2日連続しての不戦敗となった。 二日連続の不戦敗は1989年9月場所で土俵下に控えていた際に三杉里の下敷きとなった藤野新以来16年ぶりだがこのような事例では1948年秋場所における前田山以来57年ぶりのこととなった本人は9日目を休場した後10日目から 再出場したが、全く相撲らしい相撲が取れず、見かねた師匠の間、柿親方が12日目の取り組み後に、休場届を提出し、13日目から、再び休場した。この場所は3勝8敗4級であった。なお引退につながったこの怪我はマスコミにより、陳事として扱われた。二千十一年十一月場所より、それまで、浜風表記の年寄りなお時代表記の、 浜風に変更した。歴史的には、旧字体表記の方が正式名称であり、襲明当初から自身の名跡名を調べていた五常郎は、いろいろな人に聞いても、文章を見ても、浜風だった。時期を見て、変えようと思っていたと話していた。2010年には、心筋拘束を患い、古傷の腰痛が再発し、2011年にも、病院で、 定期検査を受けるなど健康面に問題があったため、本人は解明効果に期待していた。その後、体調も上向いたこともあり、浜風の浜を新自態に戻した上で、下の名前を地元仙台藩の武将、伊達正宗や所属する佐渡が学部屋の師匠、佐渡が学光州にちなんだ浜風正宗と解明した。ありがとうございます。